昨日さシャワー浴びてたらさ壁に G がいてさゲーそれはウケん。はいどうもケンジです。今日は日本人が驚いた時に思わず使っちゃう日本語を紹介します。会話じゃなくても LINE とかのチャットでもよく使うのでぜひ参考にしてみてください。まず一つ目はおお。これは何かいいことがあって驚く時に使うことが多いと思います。おおでもおでもどっちでもいいんですけどおおの方がより喜んでるのが伝わると思います。おお宝くじ当たった。おお明日学校休みなんだ。こんな感じですね。で感心する時にも使います。ユキって6カ国語喋れるんだって。おおすごい。こんな感じですかね。使い方にもよるんですけどおおだとあんまり驚いていないように聞こえる場合もあるので注意が必要です。2つ目はあです。イメージだと頭の上にびっくりマークがポンって出る感じです。何かやらかしちゃった時とか今起こってることに驚いた時に使います。あ、財布家に忘れた。あ、この曲知ってる。あ、雨降ってきた。最初に紹介したおうとは違って悪いことが起きた時にも使います。また同じあを使った言葉でああっていうのもあります。これはあんまり聞きたくない言葉です。悪いことが起こった時に使うからです。ああまた試験落ちちゃった。ああやっちゃった。3つ目はえです。これは意外なこととか悲しいことショッキングなことに使います。えをえーって伸ばしても OK です。実は来週結婚するんだ。え、マジで。バンコク旅行してた時にさ詐欺にあってさ。え、何があったの。さっき紹介したユキって6カ国語喋れるんだって。おーすごいのところをすごいって言うとよりびっくりしてることが伝わると思います。言い方にもよりますがおーよりもの方がよりびっくりしてる感じがします。またえは聞き返す時にも使います。でも友達以外に使うと失礼になっちゃうので注意が必要です。4つ目はゲです。これはえにも似てるんですけど突然嫌なことが起こった時によく使うと思います。昨日の宿題やってきた。ゲ忘れてた。ね、雨降ってきたよ。ゲ今日自転車で来ちゃったんだよね。個人的に自分に何か悪いことがあった時によく使うと思います。日常でも使うんですけど小説とか漫画でよく見る気がします。またこれをゲーって伸ばすと気持ちが悪い、まあ要はキモいって意味になります。昨日さシャワー浴びてたらさ壁に G がいてさゲーそれはウケん。こんな感じです。最後はわです。これはわーとかうわって言い方もあります。とても便利な言葉で感動した時とか嬉しい時驚いた時怖かった時によく使います。わーすごい綺麗。わびっくりした。うーわ G がいる。いろんな状況に使えるすごく便利な言葉です。ぜひ使ってみてください。はいということで今日は日本人がびっくりした時に思わず使っちゃう日本語を紹介しました。使うだけでより日本語が自然になると思うのでぜひ参考にしてみてください。僕もよく LINE とかチャットもちろん会話でも使います。この動画が参考になったと思ったら高評価とコメント、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。
それではバイバイ。